皆さんこんにちは、女子プロゴルファーの有村智恵です。私はですね、約2年ぐらいずっと毎年カレンダーを撮影して、まあ、販売したり、ちょっと販売せずに身内だけに配ったりっていうことをやっているんですが、今日は2021年バージョンのカレンダーを撮影しております。私はですね、なんとこうセレクトタイプっていう風に聞いてるんですが、結構過去の写真などもセレクトできるということで、今回過去、これ全部すべて全部のカレンダーがここに集まっております。で、実際今、まあ、カレンダーを発売することになったきっかけっていうのが、まあ、ただ単に最初撮影、自分の宣材写真を撮影するところから始まって、ちょっとふざけ始め、ちょっと面白いのができたから配ろうよっていう話になって、で多分最初のこの2010年バージョンのやつが最初ね、こうだからやっぱお姉ちゃんと私のカレンダーっていうのが裏カレンダーとして発売されて、結構企画とか全て私の姉がやっておりまして、ご存知ない方もいらっしゃると思うので紹介したいと思います。姉です。こんにちは、ミカです。姉です。よろしくお願いします。はい、これが一番面白いかもね。なんか、ね、実際こっちがこっちが表で、こっち裏の私たちと、これが私たちの裏と表と裏っていうので、有村姉妹の表と裏をね表現したんだよね。こうやって私裏を返せばお姉ちゃんみたいな感じで、これさ、どうなってたの？普段は真面目にトレーニングやって、こうなんかサポートしてますみたいな、そう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 、あからさまにサポートしてますんだけど、普段は本当はこうです、マッサージしてあげてますね。はい、なんかあたかも荷物持ってますみたいなふ出すけど、実際は買い物して付き合わされてます。皆さんお気づきになってられたでしょうっていう感じで、これが結構最後のお姉ちゃんの出演かな。そうだね、これが最後だね。2018、ここから私が企画とかデザインとか、そうだね、いろいろやり始めたって感じですかね。で、去年のデザインは結構妹が編集とかやってくれて、うん、一番下に、実は私たち3姉妹でして、一番下の妹がねやってくれたんだよね。うわ、すごいカラコンとかつけてる。ていうかその知恵が本当、いや誰なの、痛い本当にもう見せなくていいかっていう感じで、まあ、最近はちょっと方向性を変えて、もう結構シンプルな形が多いので、まあ、今回は逆に過去のやつも楽しみながら、皆さんでこうオリジナル独自のカレンダーを作っていただけたらなと思っております。では撮影頑張ってきます。これ、あ、やっぱ抱えた方がいい、かわいいかな、そっちの方がかわいい。
可愛いね。今日可愛い。今日いいよ。今日もいい。こうするのって言って、こうね。そう、ぐるっていきます。この間、すごい撮影したの。何知ってる？何の撮影？ヤマハ。何？あの、メガネかけて、うん、プレゼン企画が、スティーブ・ジョブスが手を振って。ウケる。なんか、プレゼンしてる風みたいな。皆さん、最高じゃないですか？そう！いいですね。最高じゃないですか？今ね、全身です。風邪。マリオ、マリオ、マリオだね。マリオだ。違うな。違う。絶対違うわ。待って、ちょっとこうじゃなくて、こう。違うな。あ、可愛い。そんな感じ。ありがとうございます。なんかね、あれだから。カメラマンさんを紹介したいと思います。キシャナさんと申し上げます。キシャナさんです。最初のカレンダーからずっと十何年撮っていただいて、きっかけはまぶしの親戚のお知り合いだったんだよね。親戚、熊の親戚。そうそうそう、親戚の親戚だ。親戚だ。私たちの親戚だから。で、最初は私たちそのグッズにしたりとかっていうのに自分たちの写真がなかったから、母に自分たちで使える写真を撮ってもらいなさいって言われて、最初は宣材写真だけだったんだよね。で、そしたらなんかまあすごいポテンシャルを持ってたから、なんかちょっと面白いことやろうよみたいになって、次の年お姉ちゃんとちょっとふざけ始めたらすごいいいの出来上がったから、これちょっとカレンダーにして周りに配ろうかみたいなのが最初のきっかけだったんですよね。ふざけ始めたきっかけはこの人です、うん、はい。勉強です、はい。でもすごくいつもね、いい写真も撮ってもらえるし、なんかやっぱりこうノリノリで撮ってもらえるから、ずっとお世話になっております。皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。続きましてはメイクさんのご紹介をしたいと思います。りょうさんとみさきちゃんです。みさきちゃんは今年初めてで、いつもりょうさん一人でずっとやっていただいてたんですけど、やっぱメイクってこう人の好みがあるんですけど、ドンピシャ、ドストライク、ドンピシャ、ドンピシャ、りょうさんにやってもらったらすごいこう、あ、なんかいつもより全然いいみたいな感じになったから、この方もポテンシャルがすごい高いです。撮影の時は結構真面目っぽい感じ出すんですけど、今もね、多分そう映ってなんかすごいシュッとしてる感じで、そう、見た目すごいそうなんだけど、なんか真剣な顔してちょっと眉毛つなげちゃいますとか結構その悪ふざけに本当に真剣にお付き合いいただいて、より良い、こう、りょうさんとやるようになってからより良い、ワイワイとしながら、楽しみながら、だから、その遊んでる時間が長くて、撮影が押すっていう反省点を最近はちょっと持ってまして、今はもう真面目にやっております。特に今年はね、ちょっと時間もできるだけ短縮しなきゃいけないですので、しっかり真面目なモードで、なかなかちょっとその、りょうさんとひさまちゃんの良さをね、まだお見せできないのが残念なんですが、という感じです。ありがとうございます。Ha ha ha ha!
ボールドっていうのもいいかも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。待って。